こんにちは。今回はね、山形の、寒河江にあるね、憩いの森に行ってきました。憩いの森はね、もうどこにでもあるんですけれど、でそこはね、ここはね、木陰がいいんですよね。もうね、いっぱい木陰になってて、すごくね、気持ちよくね、過ごせるところです。で今回はね、こうパソコン作業ですね、まあ動画編集とかね、ブログを書くとかのね、テレワークみたいなね、そういったことがね、できるんじゃないかなっていうことで言ってきたんですけど、やっぱりいいですね。まあ、テレワークってのはね、結局ほらパソコンばっかりだから、どうしてもこう目が疲れちゃったりするんですけどね、そこをねちょっと疲れたらこうね、自然の中を歩きたりとかね、こう周りのね自然を見ながらね、やればね、こうリフレッシュしながらね、できるんじゃないかなっていうことでね、やってきましたんで、ご覧ください。ありがとうございました。まあ、そんなことでね、まあ、晴れたからということで急遽行ったんですけれど、よかったですね。日曜日なのにね、本当に人いなかったのはね、よかったですね。まあ、あとはね、もう一応取りだめたやつがちょっとこれで終わりっていう感じだったんでね、あとはね、やっぱり天気晴れてからね、行くような感じになるかと思うので、まだちょっとね、決めてないんですけれど、次よろしくお期待ください。